はい、こんにちは。作図シリーズ第4弾なんですけども、共通外接線ですね、の作図。私、よく考えたら共通外接線の作図って人生で今まで考えたことなくて、あれどうやってやるんだろうなと思って考えてみたら、中学数学の範囲でできましたと。まあ、ただ、共通外接線はまだ現在考慮中で、まあ、多分できると思うんで、まあ、できたら動画にしようかなと思ってますが、まあ、まずは共通外接線。これ本当に中学数学の範囲で解けるんで、まあ、答え引くのような人は自分で考えてみてくださいと。で、その前にここでもやはり平行線引く作図が必要になってくるんですけども、平行線作図、ある一点を通って与えられた直線と平行な線を引く。私最初なんかすごいダサいやり方しちゃったんですけども、まあ垂線引くのは簡単だと。で、まあこれちょっと延長して、まあ、ここが半分になるような線分作って、でこの線分の垂直二等分線ってやってやれば、まあもちろんここも90度になって、まあ平行、まあ間違いじゃないんですけども、ちょっとダサかったかなと。でコメント欄に書いていただいたやつが、ああなるほどなと思ったのが、まあどこでもいいからもう線引っ張っちゃうと。でやはり同じような考え方で、これを倍になるように延長すると等しく。でこれもどこでもいいから線引っちゃうと。であとはこれの中点、まあ垂直二等分線で中点も求めれば、中点連結定理で平行、おなるほどなと思ってるんですけども、まあもっとやっぱり一番いいのがやはりコメント欄に書いてありましたと。まあこれもうどこでもいいからやはり引きますと。そしたらこの長さをコンパスで取って、こっち側に取ってやると。でもそのままの針で今度ここに針を置いて、ピュッ、ここに針を置いてピュッってやれば、これ全部4辺等しい四型、四型だったらさ、向かい合った辺は平行ですねっていう、これがまあ一番もう1個の針の長さで全部できちゃうんで楽かなという感じです。で、共通外接線なんですけども、まず、一番有名な図で、共通外接線の長さを求める。接線なんて何気なく引く分には簡単に引けるんですけども、共通外接線の長さを求めさせるもの、これはもう、学校の定期テストレベルの問題で、まあ、接線なんで90度。接線なんで90度と。でもちろん半径は何か与えられていると。B、A とか。まあ実際の数字が何か与えられていると。で、中心間の距離もこれもまあ与えられてないと出ないんで与えられていると。まあじゃあ何か出ると。で、じゃあ共通外接線の長さを求めなさいって言われたら、それは、こっから短い、ちっちゃい方の円から、こう、平行線、これと平行線引いてあげれば、長方形ができると。で、そしたらここも90度で、で、ここに直角三角形ができて、で、ここの長さっていうのは、半径の差でしょうね。ここが A で、ここが長方形なので B なんで。じゃあ、ここの長さは A-B ですね。じゃあ、そしたら、三平方定理使えば、L2 乗から A-B の2乗すれば、求めたい共通外接線の長さが出るっていう。この図がやはり基本になってますと。で、ただ、今、接線は何気なく書いちゃう分には、なんか接点が分かったようなつもりで書いちゃってるから楽なんですけども、実際にこの状態で接線かけてやったら、どこに点があるか分からないと。与えられているのは中心の位置だけ。もちろん中心なかったら、それも作図は簡単にできます。弦の垂直二等分線。弦の垂直二等分線の交点が求める中心なんで、もしも中心が分かってなかったら、それも作図すると。で、まあ、今与えられているとして、じゃあ、今大事なのは、この、じゃあこの点 P とでもすると、この点 P さえ分かれば、O' P を結んであげて、その延長が求めたい接点と。じゃあこの点 P が知りたいと。じゃあこの点 P ってどういう点かっていうと、O、各 O、P、O'。O、P、O' は90度ですと。必ずこの図から分かるように。じゃあ、今、そこが決まってる、ある角度が一定っていうのは、その底となる2点を直径とする円を描いて、その円周上だったらどこに点 P があってもそれは90度ですね。ということで、O'を直径とする円周上なら、まず2 P、点 P が必ずあると。なんで O'を直径とする円を描くから、まあ、これの中点は簡単に作図できて、それを半径として円を描くとます。こんな風にと。そしたら、この円周上のどっかに求めたい点 P があると。じゃあ、あと点 P に関して分かっていることは、O'P の長さが A-B ですよと。
A 引く B は簡単に作図できるんじゃないですかと。ここの長さ半径分かってる。長さを測ることはコンパスでできると。この長さが A。なんで B っていう長さを取ってここを中心に円を描いてあげると。B っていう。そうすればここの長さが B でここの長さが A なんで A 引く B っていう長さは求められますと。そしたらこの長さをコンパスで取って中心ここに置いて半径 A 引く B の円を描けばいいと。まあこれよりもでかいか小さいかはそれは2つの円次第ですけども、じゃあ仮にこれ A 引く B の方が B より長ければ、まあこの辺な感じこんな風に描けると。そしたらその最初に描いた円との交点が求める点 P と。じゃああとは O' P を結んであげて O' と交わった点が求めたい接点で、そしたらあとはこれと平行な線 O を通ってこれと平行な線を作図すればこっちの接点も分かって、じゃああとはそれとそれを結べば共通外接線の出来上がりということになります。じゃあ以上です。共通外接線はなんとか自分で考え出したいと思います。ありがとうございました。